はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスターサードシールドのシングルランクマッチやってきます。構築、また同じですね。まあ、選出先、とりあえず決めますか。これ、バドダイナメタモンって投げてもいいし、無道絡めてもいいんだけど、まあ、ダイナ投げるのは確定で、そんなに不利取んない。ランド以外には不利取んないから、ただまあ、初手のランドきついから、バドから入っておきたいかな。で、まあ、バドで不利取るのっていうと、まあ、ポリッツぐらいだと思うんだけど、これね、受け駒もう一枚入れてもいいっちゃいいんだけど、まあ、ラッキーは全然ありっちゃありなんだけど、ゼルネをどうやって見ようかって話になるよね。いや、ただゼルネパクったらさ、ナットさえ削っとけば通せるんだよな。相手ナット投げる理由そんな、ないから、メタモンでいいと思いますね。で、多分この動画はメタモンの動画になってるかなと思うんですけど、てかこの試合展開的にさ、毎回僕動画の撮り方ってさ、適当に対戦して、あんま決めてないんだよね。その方が、こう、なんて新しい構築組んできたらさ、6対誰でも動画にできる可能性があるから、その方がいいなと思ってるんだけど、初手の方はちなみに弾の話が割とある。まあそういう取り方の関係でね、結構曖昧というかうやむやに始まったり、まあダメだったらボツにすればいいやっていう考えのもとにやってるところはあるんだけど、ここね、相手まあ一回は突っ込みポイントだと思うんだけど、できれば鳳凰にはドックをさしておきたい。そうすると、割と暴れれると思うんだよね、あの、裏の、バドレックスさんが。ここ燃えないらしいなぁ。しょうがないね。まあ、これはしょうがないね。ただ、相手ダイナに誰投げるのっていう話があって、誰にでも一応毒通るからね。毒通したいかな。ゼルネだったとしても毒通す価値がめっちゃあって、いや、ダイナにゼルネ投げるって結構成立しないからね。あー、ランドか。剣舞してくるんだったら、まあ僕、裏、投げていくのが正解なんだけど、だから剣舞だったらランドパクって多分全部倒せるんよな。ポーランドで来てるから。まあ、一回身代わりで技見た方がいいかな。ポーに対して、ただちょっとダイナ削れちゃうと、まあ、嫌なんだけど。まあ、僕、バドレックスでダイマ切る話あるか。次から。ポリツー多分いないんじゃないかな。これで裏ポリツーなんだったらさすがにダイナがちょっとあまりにも通りすぎるから。それはそれでいいんだけど、1枚切ってダイナ展開いいかな、そうだったら。あー、まあでもこうメタモン投げてもいいけど、いや、ただゼルネっぽいんだよな。あー、でも、いや、スカーフはないわ、この動きで。この動きでスカーフはさすがにないから、身がりたの上から、うん、置けるよね。僕の第6巻がこうスカーフじゃないって言ってたわ。剣舞。これだったら、まあ裏から、メタモンを僕通す感じでいいと思ってるけど、多分大ジェッティングが飛んでくるんだけど、これだったらキルのバドかな。まあ、ポリツいないんだったらバドが割と通るからいいっていう話はあるんだけど、ほう、多分ね、倒せないんだよね。こう再生から入ってダイマ切ってくるかどうか見ときたいけど、まあジェットでしょ。そうだよね。ダイナ残しの方が強いと思うけどな。あー、でもね、どうだろうな。バドがタスキ残るからな。バド残すのが割と強いんだよな。問題はあとランドパクった後に、いや、まあでも僕だけプラ2で相手はプラ1に下がるでしょ。だからそれでいいんだよな。やっぱね、無限ダイヤ絡めたサイクルは、まあランドロスで裏ごと結構破壊できるから、ランドを通したくなりがちなんだけど、それはメタモンに返されるっていうね。そういう、こう、なんて言うんだろう。3すくみじゃないけど、でも、かといってじゃあっていう選出すると、受け選出が強いっていう、まあ、難しい関係なんですけども。なあ、ここあれだな。バドで、タスキ使い切らせるのがいいかな。あ、タスキ、ダイマックスさん使い切らせるのがいいかな。タスキ盾にして。あ、裏にただ、あ、でもこれ裏ポリツっぽいけどな。
ああ、でもそれならなおさらあれか。ダイヤ残しで勝ちだわ。で、それ以外だったら多分ランドロスパクれば僕勝つから。で、アースとかをちょっと押してくれるとゼルネと打ち合いやすくなるから、僕的には割と美味しいんだけど。まあ、ジェットですよね。まあまあ、でもこれはいいかな。S 上がりまくる分にはめちゃくちゃ強いから。バドはちょっと今回、あれだったね。お役御免って感じだったけど。いや、お役御免ではないんだけど、普通にあんま出番なかったけど、まあ。ここね、まあ一応なんか変に引いてきた時のこと考えて。まあでもビットでいいか。まあ、相手視点ランドで毒食らいながらダイマ切ったんだから、一体ぐらい処理できないと全然話にならないからね。あ、なんかあれだな、こう。本当は、お互い3体見せ合うぐらい、しっかりサイクルしたいんだけど、短いサイクルで結構、詰めていけるのは、なんか、無限大な感じがするんだよな。あんま引かなくていいっていうか。ああ、これ硬いやつか。このランド。盆の実持ってるやつだね。まあ、でもさすがに、プラニジェットで飛ぶはずだから、ジェット切っていっていいと思う。で、ランドから裏に引いて、ランド出し直してくる場合なんだけど、それでもプラ1で残るから、まあ、OK かな。ただまあ、困るのはね、相手が先に来いって空を飛ぶしてきた場合なんだよね。それだけ嫌なんだけど。ガンプーか。この HP さ、ガンプーで処理できるかな？ちょっとダメージするか？耐久に若干振ってるやつだと思うんだけど、いや、これちょっと鬱陶しいな。岩なだれとか、エッジじゃないのが。ただまあ、先にこだわる必要があるかっていうね、話もまあまああって、これ、ああ、まあ、ガンプで落ちるっちゃ落ちるか。毒絡めれば絶対落ちるから、ガンプでいいな。これ、空を飛ぶされた時のディスアートがやばいから。まあ、空を飛びで切るんじゃないかな。ああ、そうだよね。これケアは成功してて。てか、思ったより入んなかったな。まあ、これで僕、ランド、ガンプでこだわっちゃったんだけど、裏の方を考えると、ガンプでこだわるのは別にそんな問題じゃなくて、むしろ、自信でこだわるのが、まあ、自信は押す理由ないんだけど。で、孤立か。威嚇帰ってきちゃったね。これ一応ね、霊媒が一貫するから、嫌だっちゃ嫌。いや、てかこれダイナ燃えたのこれ結構痛いぞ。ダイマ切ってもいいけどな。でもな、プラ1になっちゃったんだよな。ああ、まあでも、霊媒が一貫してるよりはマシか。アースでちょっと押してから、再生のタイミングでダイナ引かないと多分きつくて。ただまあまあ、これは、あれかな。ランド以外で相手が多分ダイナに勝てないゲーミングだから。相手視点あれだよな。孤立引いて、ランド出し直すっていうムーブもまああったっちゃあったんだよね。まあでもそれやると、あれか、僕がジェットから入ってた時が結構辛いか。やっぱパワーあるな、ランドロス。プライチでこれでしょ。バグなんだよな、この火力。耐えるね、これは。あ、OK、D 上げてるから。で、これ素でも耐えてたのか。相当耐久あるやつだよね。ここはジェットで。まあ、メタモンで詰めれなくても、裏からね、ダイナが一掃しに行くんで、負けないっすね。はいはいはい。で、僕、こだわってるのがガンプーだから、まあでもいずれにしても1体倒しておかないとって感じかな。ジェットで6打つとね、まあ、ポリス削れていいはいいんだけど、僕がそれはあんま美味しくないから。いや、これワンチャンポリスガンプで落ちないかな。いや、さすがに無理か。トレースだから、まあ10中ハック HB だろうし、一応ダメ消しとこう。プラニガンプ、いや、落ちないよね。20
20何パーとかだから相手ここただ再生以外ないから、いやプライゼロに戻っちゃったわ。7匹でこれまあ毒刺して勝ちかな。突然レイビュってきたらまあブチギレろって解決すればいいので、てかこれレイビはないわ、さすがに打てないねえ。なんでねえ、なんでダイナ硬すぎ。しかしダイナが硬すぎで、レイビで僕凍んないからめちゃくちゃ強いんですよね。声援がちょっと生きてる話があって、まあマジフレでいいっすね。オッケー、いやーいいわ、受けプラスメタモンがねなかなか綺麗に決まりました。ジージー。はい、じゃあそのまま続けて2戦目やっていきます。雑誌王がなんだけど、バドの刺さりえぐいな。バド絶対投げたいね。バド止めれるポケモンと遊びの一環がめちゃくちゃえぐくて、うんこれね、バドダイナムドって投げたいけど、あのまあ無糖とオーガの対面がめちゃくちゃきつくて、ただそれ以外はね宇宙最強なんだよね。でラッキー投げるとザシアントラッキーが対面しちゃったタイミングがめちゃくちゃまずいと。ただラッキー持ってくる理由そんなないかな。ヒトムにもまあ強いんだけどね、ザシアイに対してラッキーがちょっと投げれない問題あるね。でまあランドは多分単体では投げれるポケモンじゃないでしょ。初手はまあ僕バドでいいんだけど、裏にダイナ置くのまで確定で、で、ランドに対しては鬼火から入ればいいでしょ。他は全部引きかな、一回。オーガに対しても突っ込んでいい。なんならダイマ切ってもいい話あるね。ってなるとね、まあランド重く見るんだったら無動かメタモンなんだけど、メタモン、まあでも雑誌をあれか。僕無動投げないんだったら受け入れないから、まあ、メタモン投げとくっていう話は割とあるか。ランド積んできてもそれでいいし、メタモンだね。なんだかんだ。いや、これ結局やってることがさ、バドダイナメタモンで近電3体投げてるのと同じだからさ、まあそれは強いんだよね。強くて当然って感じなんだけど。で、初手でね、まあ相手バドがきつすぎるから、バドに強いやつからさすがに入るとは思うんだけど、ロトムか。これね、ボルチェンは割と嫌なんだけど、アクアを覚えるからロトムって、それ考えると、まあ、そこでむしろ僕ダイナに引ければ勝ちまであるんだよね。ただダイナにボールチェーンから入られるとその後の展開がちょっときつくなるかな。でもザシャンパクったら僕ザシャンめちゃくちゃ強いんだよな、まあ、ボールチェーンからだったらバドに打点ないと思っていいかな。打点ないわけじゃないんだけど、まあ炎技と電気技しか多分ないと思っていいかな。ダイマ切ってきたらそれはまた話変わるんだけど、まあそれは一旦ノーカウントで、とりあえずダイナ引きからで。ボルチェンがきついな、とにかく。ああ10万に引けたのはでかい。直帰かな、まあ、硬いやつの話は割とあるね。これ僕身代わり残せるから、身代わり張り毒で、まあ毒に出したん出てくるのがめちゃくちゃ美味しくないしな。身代わり張り毒だから貼っとくか。すびき、これこだわってるかもな。オーガ、はいはいはい。でオーガもちなみに僕受けれないので削りたいですね。レイビには裏引いていいから、まあ、ジフレをしたいかな。あーでもね、ここね途中でメタモン投げる話もあるんだよな。で、相手視点僕がまだラッキー選出してる線切れないから、割とまあ、悩ましいところではあるはずなんだけど、ただ素早さ見てから決めたい部分もあるね。まあでも多分ここ、あれだな。霊廟しても、潮吹き押してもしょうがないから多分霊廟押す場面でしょ。そうだよね。まあ、毒刺す方がいいかな、ということでね。まあ裏これザシャンだと思っていいかな。これでも僕あれだね、受け選出でも勝ってたけど、まあでもランドとか考えると受け選出ちょっときついよな。とりあえずオーガに毒入る。でスカーフまで分かってるから次僕引かなきゃいけなくて、まあそこにザシャンを合わせてくるかどうかなんだけど、
だから相手の方が先に引くから、それはいいかな。第3打がちょっと嫌なんだけど。まあ、それはないでしょうということでね。で、お互いスカーフなんだけど、僕、雷で突っ込んでいいと思うけどなぁ。OK、霊媚に大型スターめっちゃでかい。で、ロトム出しに対してもさ、僕、ダイマ切っちゃえばいいんだよなぁ。ああ、こういう構成か。まあ、割とオーソドックスなやつだと思うんだけど。いやね、これダイマックス裏に残ってる以上ね、なんだかんだ、ここ僕雷強いと思うんだけどな。ああ、まだ相手ダイマ切るかな。引くかダイマ切るかなんだよね、第3打を。ただ第3打打たれた場合、その後がちょっとあれか。ああ、でもそれならそれで多分、ここの僕の雷とバドで多分詰めれるでしょ。雷でいい。ダイマ切る。この辺がね、初世代の難しいところだよね。こういう場面もダイマックスのタクが一応発生するっていう。ただまあ、裏で詰める動きを用意しておけば、タクをね、解消できてるとは思うんだけど。いや、そもそもこの試合バトンの通りがえぐいからな。で、これ僕だけスカフだから、上から通ると。あ、いいダメージ入るね、結構。ワンチャン僕第3弾耐えるな、これ。あー、ちょっとさすがにきついか。まあ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 。とりあえず、ただこれで、動画がだいぶ削れてるから、バドで、パクパクできる圏内じゃないかな。で、ロトムはもうダイナで勝てることが分かってるから、まあ、ここはちなみに草原一択っすね。ターン落ちるんじゃない？で、まあ、引かれた場合なんだけど、大賀がもう多分ほぼ役立たなくて、まあ、誰出てきても、上から2回基本的にはタスキ込みで殴れるはずだから、まあ、ゴリランダーとかってあれなんだけど、ただ、オーガー、ゴリランダー、ロトムって投げてたら、まあ、ダイナが勝てない、ダイナに勝てないんで、全然勝てると思うんですよね。で、D 硬いとはいえね、大草原結構通るからね。ウォール押さないのも、ちなみにありがたい。これで、OK。まあ、あれか、一回、僕、メタモンに引く前提だったら、お前に対して、マジフレでもよかったっちゃよかったのか。毒打つ理由そんななかったか。まあでも押してくる技見てくからだしな。エビなら毒の方がいいかなと思って毒をしたけど、この展開まで読めてなかったね。読めてなかったっていうか、ちゃんと先を数えてなかったわ。だからまあこれで仕上がって草原残ったバドが場面残るから。あ、オッケー、雑誌の処理すれば勝ちだね。ただ仕上がってるからね、ビットで落ちるんじゃないかな。まあ、どっちみち、バドを止めれないんで、多分落ちると思うけど、フォローだし。ああ、強えな。まあ、ダイナで、ダイナ1体でね、かなり幅広く受けれるんだよね。完璧に受けれてないにしても、ダイマックス切らなきゃいけないとか、積まなきゃいけないとかっていう。裏のメタモンとバドで刺しに行けるっていうルート取れるから。無限ダイナいいな、やっぱ。もうちょっとやっぱ無限ダイナ信じてよかった気がするけど。ここホロレンダで勝ちっすね。まだやる。いいけど。ボトム何だったんだろうな、肩。バドはこうやって破壊しだすと止まんないね。ビーストブーストするから。OK。2連勝 GG。お疲れっす。